このアジアカップで国内組の意地を見せる大会が来たんだよ。俗に言うあの伝説の PK 戦。もうあの二人が外した時に、うわ、俺が一番 PK で緊張したのもあそこ。2004年中国で開催されたアジアカップ、前回大会の王者として要は出るわけじゃないですか。ああ、そうそうそう。そのこう大会に入るにあたってこうプレッシャーみたいなものありました？プレッシャーはね、特になくて。特にない、うん、当時のメンバーってどんな？だってもうジーコジャパンっていうメンバーに、はい、ね、海外組が俊介と吉勝だけ来たの、うん、だから基本的には国内組って言われてるチームで挑んだと、はいはい。2002年終わってジーコになって、うん、海外組が、ね、もちろん増えて、うんうん、そしたらもう国内組の俺たちからしたら、うん、海外組が来れない時は俺らが試合出て、うん、来たら外されるっていうのをずっと繰り返してきたから、はい、悔しいじゃん。そうですよね。じゃあどこで なんつうのか結果を出さなきゃいけないかってなったら、うん、この大会だったんだよ。このアジアカップで国内組の意地を見せる大会が来たんだよ。確かに必ずジーコは海外から呼んだ選手は全員使いましたもんね。そうだってボランチとかの含めて もうカルテットっつってさ、ヒデ、リナ、シンジ、シュンスケがごっそり変わった。すごい選手だそう、俺違う、それはね、俺も見て思ういや、あの人たち見たいもんで、国内組に福西さん、やっと三つおさん、三つお、フォージとかで、イラン、オマーン、タイと、そうだね、予選を試合して、うんうんうん、印象に残ってる試合ありますか？オマーン戦の俊介のアウトサイドのシュート、めちゃくちゃうめえ、もう間近で見て俺うめえなあつって。ああ、ありましたね。ゴール前かなんかで、ね、はいはい、横でもらってアウトでピンって蹴ってキーパーがーって取れなかった。やっぱ優勝するためにっていうことでどこで休むとかそういうのが、うん、まあ、あるわけじゃん、はい、チームの中にも、はい、で1戦目に勝てたっていうのはすげえ大きくて、で対戦である程度こうメンバー変えながらとか休みながらってやって、3戦目にイラン、うん、でここで俺が体験したのが攻めないっていう。それは両チームとも両チームとも引き分けたら、俺らは移動しなくてよかった、その場で試合ができる、はいはい、イランは他のところ関係なく引き分けたら上がれるっていう。で後半攻めてこなくて、あの時にで俺は松田直樹、はい、松がおい攻めてこいよとか言ってたから確かにその気持ちも分かるわけよ俺らは。破天荒面白いなこれ、松さんっぽいですね。でグループリーグ首位で、まあ、通過して、うん、ヨルダンと準々決勝ですよね。先制されるじゃないですか。で高幸さんのゴールで同点、うん、で俗に言う、ね、俗に言うあの伝説の PK 戦みたいな。 PK 戦福西さん蹴りました？蹴ったんだよ。それがジーコが決めたのよ。でどうだって言われて、さすがに俺ノーって言えなくて、はいっつったんだね。でもシュンさんと、いやもうこんなのあれが絶対ここで2点決めるから外すわけないじゃん、はい、もうあの2人が外した時にうわーってなるわけ。はいはいはい。女子常とかとこれダメ元で変える選択ねえかな、うん、そしたら常がいいに、変わったのよ。でコートチェンジをしてその後してね、シュン外して相手決めて、うん、アレックス外して変えてって言ったの。ああ、うん、はいはいはい。だから相手からなんだよ、変わってから、はいはい、なんだけどアレックスにこれ2本目からいけんちゃうかっつってやり直しで、ね、やり直しでちょっとお前行ってみっつって、そしたら行ったらダメだって言われて帰ってからいやそりゃそうやろ、ね、で相手から蹴りますよね。そう相手から決めるじゃん。で決めるじゃん、うん、そしたら 2-0 2-0 次俺やん。もう外したらもうほぼアウトやん、うん、いやこれはね、私 緊張で言うと俺が一番 PK で緊張したのはあそこ。あのまあ福西さんがそのこう決めてある種そこでこう空気が変わったような気もするんですよ、うん、吉勝さんが、うん、まあ、ちょっとこう神がかったセーブをしていくじゃないですか、うん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 、あれは好きぞ。やっぱ頼もしいですか？頼もしいよ。だってもともと分かるじゃん、ケイタもそうだけど、うん、もう得意だし PK、うん、だからもう絶大なの信頼はあるわけ、うん、けど俺たちが決めなきゃいけなかったから確かにそうですね決めないことには勝てないですからね。だからやっぱりそこでの次頼むねっていうのはもうみんながやっぱり願いは一緒。うーん、チームの雰囲気ってその勝って戻るじゃないですか、うん、ロッカールームどうだったんですか？お祭り騒ぎよ結構やっぱその辺は、うん、
だってあれから勝ったってすげえじゃん。まあそれそうなんですけど、うん、うわちょっとじゃあこれもう優勝しかねえしょ、こんなになったんだからこんなになったんだから、うん、でバーレーンですよね。そうバーレーンじゃん。でまあ苦しい試合展開じゃないですか。そうそうそう、トップもいたし、はい、しかも退場するし、やっとだやっとが退場したね。そうやっとが退場したね。俺それのおかげで前半で交代やん。ほんでコージが入ったんじゃなかった。やっとが退場 退場してくれたおかげで、うん、で俺交代して、じゃあそれのおかげで休めて決勝に行けたと。もう休めたけど結果はそうだったけど、うん、マジ久しぶりにベンチに座らずにこうライン際に行ったりとかすごかったよ。あ、一緒にも戦って一緒に戦ってるって感はすごいよ。あのその一人退場して交代させられる時って、うん、どうですか心境としては。まあしょうがないかな。いや、もうやっぱり監督のこととかしょうがないよ。でもまだやれるしとかって思ってるし、の反面、うん、めちゃ疲れてるのもあるし、うん、なんか入り乱れたな。あでもなん結局最後はこれチームでアジアカップを優勝するっていうのが、うん、個人もそうだし、うん、チームの目標とかもそうだし、うん、すごいこうチームとしてはまとまってたのもあるし。でもまとまってそうでしたよね。いやすごかったと思うよでもそれでこう逆転して勝つわけですよ。それすごいやろ。いろんなことがあってこう決勝まで行くじゃないですか。これもう本当いろいろあったアジアカップなんだよで中国戦です。それがね一番良かった。中国来いと思ってた。なんで中国が良かったかっていうと、あの当時中国は外国人の私が監督とかで指導者で、うん、つなぎで行こうっていうサッカーをしようとした。うーん、だから中国ともがやりやすいわけや俺らも。あで、ここですよ決勝、うん、点取るじゃないですか。持ってたねあそこはね。フリーキックかが俊が蹴って高行を折り返して、うんうんうん、それをなんか俺戻りながらヘディングしてちょっと触っただけなんだけど、スタジアムでもやっぱもう中国だからすげえ歓声なわけだし、うんうん、これ手入れたら静まるんじゃねって思うわけ、うん、そして俺もちょっと決めたいじゃん、うん、決めるチャンスないかなって言った瞬間パーンって入れてさ、審判も笛吹いたか分かんないくらい俺らだけが喜んでるみたいな気持ちいいっすね。いやそれは気持ちよかったね。やっぱ国内組の意地って見せられたし、そのやっぱりこう中国でアジアカップ取って2連覇して、うん、アジアのワールドカップの予選に行くじゃないですか、うん、その時って海外組がそれでもやっぱりメインで使われて、うんうん、でもなんかその中でですよ、福さんはポジションを取っていくじゃないですか。俺も運なのよこれって。稲本が怪我したんだイングラン戦で、それでまあまあチームの中でまあ福西っていうのをジーコが選ぶ選択肢をこうしてくれたって感じ。であのドイツのワールドカップの前にコンフェデがあるじゃないですか、はいはいはい、当時ブラジル代表ロナウジーニョとかカカーとかロナウドとか対戦して衝撃的だったや選手、うんうん、俺はカカーをいつも言うんだけど、カカはちょっと嫌やったな。もう本当そのコンフェデの時に彼がねドリブルをしてるわけ、うん、追いつくやん普通。なんであれ追いつかないの。追いつかないですよねボール持ってんのに、うん、そのスピードもそうだけどやっぱドリブルパスっていう使い分けがやっぱもう全部裏目に、うん、あまだロナウジーノの方が良かったっていう選手たちがたくさんいる、まあ、ブラジルがワールドカップの、まあ、2006年グループリーグ入るじゃないですか。チームがまとまりきらんかったかなっていうのは、オーストラリアに敗れてやばいなって思いました。俺のワールドカップは終わった。でオーストラリアのクラスだってもうずっと持ってるけどずっと晴らせないよだから。